見ていってください。よろしくお願いします。まずは僕の曲聴いてください。再会。久しい写真、無垢な君と僕、季節外れの遠く感じた一分を待つ60の音は目を閉じると遅く聞こえて、君に会いたくて高鳴る胸の鼓動と連れていく。もう一度会いたい、もう一度始めたい。時を進め、身の危険を感じているので乾杯タイムです。今このステージがちょうど僕のこの右半身の日陰、左半身の日向なんです。こっちだけ汗がすごい、こっちちょっと汗を抑えられてる。12年音楽やってるんですけど初めてのステージでやらせてもらっております。乾杯。さっきイオンさんの下で50何円かで売ってる安いお水なのでね、50円で身の安全買えるんで、皆さんぜひ今日は水分補給を相方にお願いいたします。そんなわけで愛知県春日市出身でこの辺で音楽活動をやってもらってます、シンガーソングライター若松光平と言います。いつもは自分の曲と、ゆずさんの曲を中心にやらせてもらってるんですが、先日ですね、7月の13、14でこの愛知の常滑でやってるスキマフェスっていう、スキマスイッチさんが開催されたフェスに行ってきまして、で、なんか2日目にカラオケ大会ってのやってたんです。なんか1位取ったらスキマスイッチさんのサインもらえるみたいなやつ
優勝してきました。ありがとうございます。なんか知らんけど AI 採点がバグって9点加点されて、なんか優勝しました。動画にされてるんでよかったら見てください。そんなわけで、スキマスイッチさんのサインをもれなくもらったんですが、その時に歌った曲、ゆずさんの曲だったんで非常に申し訳ないので、ちゃんとスキマスイッチさんの歌歌おうと思って今日は用意してきました。スキマスイッチさんが今から十数年前にこの愛知県で作られてた中学生日記っていう NHK の、ドラマのテーマソングとして書いた曲を、カバーしたいと思います。石ころデイズ聴いてください。少しの力を込めたモーション。
が届いて ありがとうございます。石川です。という曲でした。スキマスイッチさんは愛知の名古屋と